ポーツ界において強い指導のによる暴力、激怒などがあったが沈静化していたかに見えたが、今回は2017年代から今日まで暴力が続いていたことが明らかになった。その内容は2017年12月に開催された試合の終了後のロッカールームにおいて選手に対し飛び蹴り、また胸ぐらをつかみ暴言を吐いた行為、2017から18シーズンの練習の際に1回または2回にわたり選手に対し顔面を平手打ちした行為、2017から18シーズンの練習の際に2017年11月頃選手のプレーに激高し同選手の首をつかみゴール下から体育館の壁まで押しやり暴言を吐いた行為の3つ、同選手は体調を崩すに至ったという。その他主に若手の選手に対し2017から18シーズンから2018から19シーズンにかけて試合中あるいは練習中日常的に暴言を吐いた行為、チームスタッフに対し暴言を吐いた行為、2018から19シーズン中試合前等に実施のミーティングにおいて直近の試合における所属選手のミスプレーについて同選手を厳しくなじり、また他の若手選手に対しても試合中のミスプレーについて質問攻めにする、怒鳴り散らすなどの行為もあったようだ。これも調査した結果で内容が明らかになり、江藤浩平に対する処分が決まった。2017年から続けられてきたこれらの行為が公に明らかにならなかったのはどうしてなのだろうか。指揮官の江藤浩平のやってきた行為を周りから訴えることができない環境であったのだろうか。このような例を見るとその他にもあるのではないか疑問を抱くのも当然である。監督、指揮官の立場に立てばチームが勝つことで優勝を目指すことは必然で、いかにチームが強くなるか、選手に対する接し方、指導なが監督に責任であり大変な役割でもあり、あまりにも感情的になってて足を出したり暴言を吐くのはもはや時代遅れで、指導の仕方も変わってきている。江藤浩平も若き選手時代に暴力、激怒されていた経験をした時期であったことから、本人もそうしたのでないか。指導者は絶対に暴力を許されない行為であることで、日本バスケ界が大きく盛り上がっている中で明らかになった今回の事件は非常に残念なこと。これをただの事件とせず教訓にして、再発防止に努めてほしい。